福岡市の西南学院大学で一般入試の合格発表が行われました。合格者の受験番号掲示は2年ぶりです。午前10時、合格者の番号が貼り出されます。受験生たちには緊張の瞬間です。ありました。当然、招待策とかいろいろしなきゃいけなかったので、不安なこともあったんですけど、安心しました。ほっとしました。西南学院大学によりますと、去年は新型コロナの影響によりインターネットのみでの発表でしたが、今年はやはり現地で番号を見て喜んでほしいという思いから2年ぶりに受験番号が貼り出されました。西南学院大学の一般入試前期今年の受験者数は16,738人で、そのうち合格者5,591人に笑顔の春が訪れました。